皆様おはようございます。おはようございま す、YS ストーリー第2話ということで、今日はゲストに前田監督と、北野選手に来ていただいております。で、まあ、あの動画から見ていただく方もいると思うので、説明をしますとですね、はい、あの YS ストーリーということで、青春マジガチスポーツバラエティドキュメンタリーになっておりまして、台本は一切ございません。素敵な、コートと、仲間たち、それ以外の台本は一切なくですね、YSCC フットサルの、裏側の部分をいろいろお見せできたらなっていうことで、第1話は、優勝決定戦 F2 リーグ優勝決定戦の、ボルクバレット戦までのところで、今回、第2話でお届けするのが、いわば前回はその出発の直前にここで、収録をしたので、そのまあ移動のところから、優勝決定戦、そしてその後のまあロッカールームだったりとか、みんなの様子を、たくさん収めてきておりますので、まあ、監督と選手と GM と一緒に皆さんもこの動画見ていただければなと思います。それでは VTR ワイ。ありがとうございます。意気込みお願いします。絶対優勝します。トモ君、絶対優勝します。絶対優勝します。ありがとうございます。意気込みを、キヨさん。意気込みを。同じ顔してる。気持ちで。おはよう。おはよう。地位のために頑張る。ありがとうございます。勝って優勝します。おっす。じゃあ。まず書いたんだけど、ナイスプレー。やっぱここの自分たちのやってきたことっていうのを、やっぱりしっかり1年間ぶつけましょう。自分たちのスタイルっていうのは自分たちの中にしっかりあると思うんで、まずキーワードとしてはやっぱりハードワークだし、あのデュエルの部分、あとはもう1年間すごく言ってきたこの、もうみんなが体現してくれてるんだけど、このグループ感が俺の強みだと思うんで、必ずこの試合の中にも、まあ、喜怒哀楽あるように、絶対いいシーンもあればうまくいかないシーンもあるから、でもそれさえも今日の試合はそれをみんなで楽しんでやれればなって。で、ちょっと戦術的なっていうことを言うと、やっぱり相手が 3-1 で回してくることが多くなると思うし、まあ、まずピボがいるからフィクスをこのどこにいるかっていうのをしっかり伝えるように。で、プレスがやっぱり真ん中から行くとどうしても最初難しい。このコースは結構ウーゴとか狙ってるし、ここの隙間のチョンってこの腰上ぐらいの高さとかで割と横に張り出すとそこに通してこられて面倒くさくなっちゃうから、しっかりやっぱり締めて、やっぱサイドに出してからが勝負だと思う。ここだけさ、まあ、最悪ここ取られちゃって、で、まあ、ここ行ける準備しておくのと、でここも頑張りて、そうだ、ね、けどこれ間に合わない時は絶対足出さないで、足出してこれはきついから、もう1個回避されてカバー行ったらキーパー使って同数のイメージでマンツーマンでいいから、まあこのゲームもしっかり楽しんで、めっちゃ入るみたい、1000人ぐらい入る。え、平沼的、平沼的でしょ。じゃあいい準備しましょう。よし、サッカーの結構寒いからね、本当にシュートは分かるけど、平沼ぐらいの雰囲気になる、まあ、あの変に挟みに行くなよ、よっしゃー、結構寒いから。Thank you.
で、それでシャチで横パスに対して行くっていう俺らの基本が、シャチってよりはカメみたいな、カメみたいな、なんかもうピボンが入っちゃうみたいな現実なの、カメみたいになってる。だから横パス出さしたら寄せる、もう一回次であの寄せ切るぐらいの、審判も行ってちょっとあれだし、ちょっと 強さ出していこう。その代わりなんかオフェンスでいらないファウルだけは絶対なしにして、ごめん、いや、2回シャチでさ、相手がこう思った時にブロックとかに対してあまりにもやられすぎだし、ブロックされちゃったらその後の選手カバーしないしみたいな、基本はもう外すけど、まあ、声通んないからブロック来られるんだよっていうのを追い込み済みで寄せないで、あーどうもどうもどうもいいよ、ふいふいふい、後半も最初からシャチで入る、シャチ でロングカウンターとかカウンター狙った方がいい。やっぱり彼らはそんなに、俺は見てそのスピードなんてさ展開できるとは思えない。俺の中でやっぱりスピードだから、取った後の強度感も大事で、そこで例えばさ、テンポライズももちろん大事だし、あとは最初のパスも大事なの。パスポンって動かしてグーンって動かしていいし、やっぱあの数的よりの足引っ掛けられてまた逆がきついだろうから、カウンター引きつけて出すより、もう見えてるのをしっかり出して走り切った方が多分チャンスになる。スクッと投げるさ、スクッと投げるさ、相手は相手が相手を守る、相手は相手が相手から相手が相手から相手が相手から相手が楽しい、エンジョイ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 、カンピョーネ、オレオレオレ、カンピョーネ、カンピョーネ、オレオレ、カンピョーネ、カンピョーネ、オレオレ。
みんなのバノイスト、ここに集中、バノイスト、貯めてください。上がってますから今、さあ、イエーイじゃない、意気込み、意気込み、優勝します。余裕で意気込み、あのワイストーリーですか、これは。そうです。バキ、意気込み、意気込み、絶対優勝するわ。マジでガチ、これで負け、これで優勝できなかった俺、マジでやめる。負けられない、負けられない、お前は、おい、ヤトさんを頂点に持っていただきます。それは優勝、よろしくお願いします。一言、一言でいこう、一言でいこう、一言でちょうだい。前田監督大好き、ありがとうございます。前田の責任です。前田です。前田のせいです。また厳しい戦いになると思うんですけど、また、より一層応援をお願いしたいと思います。今日はありがとうございました。ジジイ稲葉です。すべての方がおめでとうかなと思いますので、本当におめでとうございます。僕ももう一回こうゼロに立ち返って自分でみんなの環境を作っていくために頑張ってきますので、一緒にこれからも頑張っていきましょう。まあ難しいっていうのはこう思わしておけばいい。常に野心を持って高みを目指して向かっていきたいと思います。僕だけの力じゃ絶対無理だし、なんなら僕は選手たちに言ってます。僕は絶対主役じゃない。主役はここにいる選手たち。常にこう甘えさせないで熱い声援を送ってほしいなと思います。ここからがスタートだと思ってます。大田も言ってました、Fリーグをはちゃめちゃにしてやろうと思ってます。というわけで、まあ、皆さんも一緒に、まあ、優勝の裏側まで見ていただいたんですけれども、まずは前さん率直に、まあ、去年 F2 準優勝からで、まあ、今年この優勝っていうところまでの、まあ、2年間こうひっくるめてこうどんな感じこう気持ちで日を過ごしていたんですか。まあ、うまく、まあ、優勝はできたんですけど、まあ、最後の試合、まあ、ちょっと引き分けてしまって、まあ、こう喜びたいんだけども、全てを喜べないようなちょっとモヤモヤした感じも正直ありつつ、だけどこう冷静になってみると、あ、優勝できたんだな、昇格できたんだなっていう、まあ、やっぱ嬉しさがある瞬間でした。せいやはこう選手としてシーズン、まあ、通じて戦ってきて、まあね、若手としても結構期待されながらあったと思うんですけど、その辺はチームと個人とどうでしょう。僕とあと橋本勇輝は、まあ、全く神戸の試合を知らないので、まあ、最終節の怖さも知ってますけど、まあ、でもいい意味で経験してない分、まあ、怖いものなしで、まあ、挑めたかなと思います。で、まあ、僕個人的にも絶対1年で昇格して、まあ、F1 の舞台でやろうと思ってた。まずはその目標が達成できて、まあ、素直に嬉しい。去年、神戸に負けて、試合終了 の、北九州戦のホイッスルを聞いた時に、神戸に負けてみんな泣いて、サポーターの方々に謝ってる姿を見てたんで、間近でね。で、終わった後、引き分けだったから、あんまり喜んでない。で、あんまり優勝ってすることないから、これは喜ばないともったいない、そんなぞって思って、もう狂ったように GM 喜ぶみたいな、選手たちは何なんだこいつみたいな、
なるぐらい俺が喜んで、そう。でもやっぱりいいよね、なんか普通の生活してると味わえない感動とか興奮をくれるから、すごいありがたい。なんかチーとフーリーがあのすごいパーティーでは、うん、もう本当に YCC こうファミリーだみたいな、うん、もうまたすぐ帰ってきてみんなと一緒に、うん、あの戦いたいみたいなことをとうとうと語ってくれたんですけど、飛行機の去り際はあーそうだね、俺とねせいやで羽田まで送ってったんだけど割と淡泊もうバイ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 この1話と2話の合計の、再生回数がですね5000ちなみに昨日の時点で多分1500ぐらいなので残り3500回、うん見ていただかないとですね、この2020が見れないんだね、はい、YA ストーリー2020-2021シーズンは放映されないここに小林さんとせいやからもそのちょっと視聴数を伸ばす一言を、今後この、まあ、回数が、まあ、何話か続いていけると、例えば練習の様子だったりまた違う、僕 の, あのウェットトレーニング の, あの映像だったり、まあ、いろんなものがそれはもう私のインスタに見てください、はい、見れますんで、はい、どうぞお願いします。まあ、普段なかなか見れない選手の素顔だったり、まあ、この選手こういうキャラなんだとか、いろいろ分かると思うので、ぜひより詳しく YSCC 横浜を皆様にお届けできたらと思いますので、ぜひ一度見てください。お願いします。